今津駅は兵庫県西宮市にある阪神電気鉄道、阪急電鉄の駅。駅番号は阪急が HK-21、阪神が HS-16。阪神本線と阪急今津線が接続し、このうち今津線は当駅を始発駅とする。西宮市道今津再線を横断する阪神線踏切の廃止を主目的として2001年に、 完全高架化された。今津線の西の宮北口駅、今津駅間延伸に伴い、阪神と阪急の接続駅として、双方ほぼ同時に開設された駅である。なお、当駅の開業前は、隣駅の旧自川駅が今津駅を名乗っていた。開業以来地上駅であったが、平成期に阪急、阪神ともに高架化された。阪急と阪神の駅は、 ペデストリアンデッキで結ばれている。この連絡通路には、エレベーターも2箇所設置されており、バリアフリーにも配慮されている。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。改札口、コンコースは2階にあり、1箇所のみ。ホームは3階にある。ホームは高架化の際に延伸され、有効長は19メートル急車用6。 両辺成分から8両辺成分となった。後、2019年3月に大阪側にホームを約10メートル延伸し、有効長は約170メートルとなったことで、近畿日本鉄道の21メートル急車用8両編成の停車も可能となった。高架化の際に延伸された箇所は20年近く、使用されなかったが、2020年3月14日の ダイヤ改正より土曜、休日の快速急行のほとんどが8両編成となったため、同日より使用開始。またこれに合わせて、足元の乗車目標が青色、赤色とも1から8に変更された。コンコースは、駅今今ず2階部分と直結している。区間特急、急行、区間急行停車駅であり、平日日中と、土休日は、快速急行も停車する。 乗り場島式ホーム一面二線を有する公開機。改札口は二階にあり、阪神線寄りに一箇所のみ。ホームは三階にあり、有効庁は4両編成対応となっている。券売機の隣には売店があったが閉店している。その対面にはかつてホッカホッカティンが営業していたが閉店し、その後は金券ショップマッサージ店、理髪店となっている。 阪神国道駅との駅間距離は700メートル強しかない。これは阪急電鉄で最も短い駅間距離であり、直線でもあるため互いの駅同士が肉眼で確認できる。駅高架化の際に駅間距離が短縮され、その影響で高桃園駅までが初乗り区間となるなど一部の駅で当駅までの運賃が値下げされた。 乗り場通常は2号線に発着するが、今津駅最終のみは1号線を使用する。暴走した、阪急電車が今津駅を突破し、阪神旧寺川駅のホームに衝突阪急今津線が、当駅まで延伸した当時は現在とほぼ同じ位置に、駅があり、阪神本線とは L 字接続であった。後に、阪急今津駅は編成増強などもあり、約200メートル南へ移転し、 現在ある阪神今津駅北側のロータリーのあたりで、塚口駅のようなほぼ直角の単線急カーブとなりながら、阪神本線とほぼ平行になるよう延伸された。阪急今津線の線路は、駅移転時に、戦時中の軍需物資輸送を目的として、阪神本線とつなげられたが、戦後に阪急車両が九州川駅まで暴走したこともあって、事故後に分断された。 阪急今津駅が高架加工時で仮ホームに移転するまでは阪急今津駅は2面1線、阪神今津駅は2面2線の構造であった。北側から順に阪急の降車ホーム、阪急線路、阪急の乗車ホーム、そしてその南側に金網を挟んで阪神の上りホームがあり、阪神の上下線路を挟んで阪神の下りホームという構造であった。阪急は 上記の通り、かつては、阪神と線路がつながっていたこともあり、ホームは、東端式ではなく、分断されてからも、両方のホームがつなげられることはなかった。また、ホームの有効長は、6両編成が停車できる長さで、ある120メートルほどあったが、1984年に、西宮北口駅で、今津線が分断されて、以降は3両編成しか発着しなくなったため、 ホーム中央部には柵が設けられ、東側の3両編成分には立ち入りできなくなった。なお、校車ホームと乗車ホームとで改札口は分離されており、阪神への乗り換えは踏切を渡る必要があった。また、阪急ホームの北側には、阪神の保線車、事業用車などが留置される線路が伸びていたが、これらは掘り切り信号上に移設されている。 阪神も、阪急同様に改札口は上下線それぞれのホームに一箇所ずつ設けられていたが、校内地下道が設けられており、上下線間の移動は、改札を出る必要はなかった。なお、阪急、阪神ともに改札口は、神戸方面端部にあった。阪急と阪神下りホーム相互の乗り換えは、改札口の西側にあった、地下道か、指導今津西線の踏切を横断しての、 連絡であった。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は、下記の通り、パチンコ店、居酒屋、カラオケ店、ラブホテルなどがある観楽街である。以前は、東方シネマズ、西宮 OS ができるまで、西宮市内で最後の映画館となっていた、今津文化があった。同館は、ピンク映画のみ上映していたが、阪神、淡路大震災後の一時期は、 通常の映画を上映していた。このほか南側にやや離れた、臨港線沿道には、多数のロードサイド店舗が集まっている。指導今津西線沿い、阪急今津駅前に、阪神今津駅前停留所がある。ありがとうございます。